デクスター・ゴードンはアメリカ合衆国のジャズテナー・サクソフォーン奏者。1923年に西海岸カリフォルニア州ロサンゼルスの中流階級家庭に生まれる。父は黒人の意思で秀才の誉れ高く、母はフランス系カナダ人の白人だった。1945年、デクスターはビリー・エクスタインのバンドを離れニューヨークに行く。 1945年から1947年にかけてサボイレコードのためのレコーディングセッションを行いバド・パウエル、マックス・ローチ、アート・ブレイキーなどのビンワンプレイヤーと共演その成果はデクスターライズ・アゲイン、ロング、トールデックスといったアルバムに収められたさらに1947年にはダイヤルレコードのためのセッションを行いワーベル・グレートの相当ーークインテッドで ザ・チェースなどを吹き込む。1950年代は麻薬化のため活動が低迷、大部分の期間を麻薬構成施設で過ごす。そんな中、1952年2月には、グレート・ジーン・ノーマン主催のジャスト・ジャズコンサートに出演し、ザ・チェースを再演。1955年には、ケニード・ドリューラとのダディ・プレイズ・ザ・ホーギア・やカール・パーキンスらと、 デクスター・ブローズ・ホット・クールなどのアルバムを録音する。1960年代初頭から1976年にかけてとし、フランスやデンマークを拠点に活動する。この頃は再び音楽活動が軌道に乗った時期で、1962年にサイドメンとして参加したハービー・ハンコックの初リーダー作、テイキンオフ、1963年に再び、 パウエルらとパリで録音したアワマン・イン・パリ。1967年7月にドリューと共に出演したコッペンハーゲンのジャズクラブモンマルトルでのライブモンマルトルコレクションなどが名高い。なお、ゴードンがデンマークのゲントフテに滞在していた頃、現地のジャズクラブのマスターで元テニス選手であったトルベン・ウルリッヒと親しくなり、トルベンの息子の大父となる。その息子は後に メタリカのドラマーとして成功を収めるラーズールリッヒであった。1976年にはアメリカに戻り、電動ビレッジヴァンガードでコンサートを行った。後に有名サックス奏者となるジョー・ロバーノはこの時の演奏を生で聴いており、私をサックス奏者として最も向上させてくれた経験だったと実感している。1986年には、 映画、ラウンドミッドナイトで主役を務め、アカデミー主演団優勝にノミネートされた。1990年4月25日、ペンシルベニア州フィラデルフィアで亡くなる。67歳だった。ありがとうございます。